2020年、世界中を襲っている新型コロナウイルスの脅威により、毎年恒例だった夏の北海道旅行も、京都への秋のもみじ狩りも、断念を余儀なくされました。代わりに2019年の新生極楽寺の紅葉を見ましょう。その人